バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイもゲストとしましてね、うちの中学校2年生の娘シノンをお迎えしたいと思いますよ。後ほど皆さん、私たちとのイチャイチャタイムお付き合いください。よろしくお願いいたします。では今夜まず1曲目、皆さんに聴いていただきたい曲があるんです。久々に甘い曲でもお届けしたいなと思いまして、ギターと歌のシンプルなね、まあ量の CD に入っております、スウィーティーという曲をお聴きいただきたいなと思います。まあちょっとね、鼻血が出るくらい甘いかもしれませんのでね、皆さんそこら辺お気をつけてお聴きください。ようこでスウィーティー。愛してる、ずっとずっと I will love you forever ever。 こんなに愛せるって知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部あたしだけのもの、苦しい「あなたのリズムに負けそうで」「何もいらないからね」「早く来て」してる、ずっとずっとあなただけを思っていくの、手と手合わせて生まれる幸せを守り続けよう。愛してる、お届けしました曲はようこでスウィーティーでした。はい、ということでいらっしゃいませ、しのんさん。こんばんは。こんばんは。ひって何その、どうしたの。いや、なんもないですよ。なんもない。ひって何ですか。ノリ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 。最近聞くところによりますと、1年後の受験のためにお勉強頑張っていらっしゃるとか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 、お母さんにお尻をいっぱい叩かれね。叩かれません、触られます。あ、ちょっと待って、ラジオでそのセクハラ発言やめてもらっていいですかね。いやいやいや、本当のことだから。まあ確かにね、皆さん子供たちのお尻ってさ、ちっちゃい時からさプリプリしてたり真っ白しててさ柔らかかったりね、お父さんお母さんはご自分のね、その赤ちゃんの頃からのね、お子さんのお尻を触って、あ、そうだったな、まあ、お尻、いきなり言っちゃったけど、ほっぺたとかね、手とかね、はい、足とかムチムチしたりね、その柔らかさとか、ほんわかさ、
好きですよね、うんうん、まあ、たったそんだけの話なんですけどまあ年頃の子のねお尻を触るお母さんもどうかと思いますけど、ラジオでうちのお母さんお尻触るんですっていうのもどうかと思いますよいや本当のことだから本当のことは言いますよちゃんと。まあね、うん、まあでも今も昔も変わらずうちは平和ですね、うん、平和ですね。そうねだからね、なんかこう受験勉強をしないといけないこの1年間、シノンにとっては初めてのことですからね、まあ ギスギスしないで、はい、うん、あの楽しくできたらいいのになと思って応援してるんですけれどもお尻を叩かずよしよししてこれからも応援していきたいなと思いますはい、お願いします。はい、いや、うん、何どうしたの、うん、今日なんかちょっと反抗が垣間見えてるけど、何か言いたいことあんの？はい、何？いや、触らないでほしいです。まだその話もうラジオ終わってからでいいじゃんまあまあまあ、それは後から話しましょうね。そうですよ、うん、まあ皆さんね、この続きは、まあ、何もないですけど、うんうん、まあ、とにかくうちは平和なのでね、うん、まあそれはいいとして、そういえばさ、うん、勉強するじゃない、うん、偏差値を60まで上げる方法っていうのが、うん、とにかく暗記をしろ、うんうん、で問題もちゃんと解いて、うんうん、で最後に過去問を解く、うんうん、でうち塾に通わせていないので、うんうん、でまあ、歩いて一人でね、自分はでシノが頑張って、まあ、こんだけ成績取れてるからいいってわけじゃないけど、まあ、最後の最後でさ、うん、3年生でどうにかなるだろうと思って、まあ、私も見守ってきたわけですよ、はい、でよくねママね、うん、あなた勉強できないでしょみたいに見られて、うんうん、まあ実際そんなね、うん、勉強好きじゃないよ、あ、うん、で中学校までは勉強しましたよ、高校からしませんでしたよ、まあ、それは声を大にしてみんなに言えることですけど、でも見た目で判断したらいかいよね、うん、染めてたんですか髪の毛？染めてません一回ね、中学生の時にドラムの練習してて、副顧問の先生がさ、吹奏楽の副顧問の先生が来て、私がスネアドラムに手をついちゃったの。あ、うん、で話を先生と話をしてた時にとっさに手をついたり破っちゃったのドラムの皮をね、はい、そしたらさ、私楽器すごく大事にしてたから、楽譜とかもすごく大事にしてたからね、うん、うわどうしたんだろうって、もう自分の楽器じゃないけどもう悪いことしたと思って泣きそうな気持ちになってたのね、うん、そしたらいきなり先生がさ、うん、ドラムを破ったことを注意するんじゃなくて、あなた髪の毛染めてるって言われて、はぁってなってさ、うん、でその時に私すごい真面目だったから、うん、そういうこと言われること自体もうショックすぎて、うんうん、もうそれでももうすごく涙が出たのね、うん、そしたらさ、うんうん、私もともと髪の毛が茶色いから、うんね、地毛が茶色いので、うちのお母さんに帰って、ごめんドラムの皮破っちゃったの、弁償かもしれないで先生に髪の毛染めてるって言われたって言った、うちのお母さんがめっちゃキレてはぁみたいな、うちはそんな教育してないって言って、まあ、そりゃそうじゃんですね、うん、本当のことだから、そうそう、そしたら先生にね、うん、初めてこうちゃんとね、うんうん、どうなったんですか、噛みついてるお母さん見ましたねいやでもあれは私も親になって思うよね、うん、確かにね、うん、注意するとこ違うだろうですね、うん、そこで笑いでね済んだらなんかちょっとあれだから、ちゃんとねしてるから、そうそう、マジマジと言って説教されかけてもしたから ね、 いいね、先生にね、うん、そう、それもあって髪の毛は染めたことありませんし、うん、だから高校卒業ねあ、そうそう、3月1日はほとんどのね高校生が卒業されたと思いますけれども、うんうん、高校ご卒業の皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。去年のクリスマス近くにね、ギノワン、FM ギノワンの周りを走ってる高校生のお姉ちゃんたちに鹿児島で会いました。彼女たちもね、もしかしたら卒業した子もいるかもしれないし、あと1年っていう子もいるでしょうけどね、まあ、そのね、その学生さんたちにもまた会いたいなと思ってますけれども、もし卒業してたらおめでとうございます。おめでとうございますとにかくね、まあ、学生のうちはそういうこともありますしね、はいはい、そうそう、
まあ、でも卒業して高校卒業して3月1日私は速攻髪の毛染めて速攻パーマ当てて自分でピアス3つ開けましたね。ピアス3つ開けた時はきつかったね。しなければいいじゃん。いや血の毛が引いた。1日でやったらいいのに。1日1回っていう男気でしょうね。お母さんのね、陽子さん男気昔からありすぎますね。1日3回でしょ開けたの。そうそうそう、いやいやいや、3つ目開ける頃には気持ち悪かったよ。でしょうね、うん、自分で開けたんですか。開けましたね。でやっぱり塞がった分もあるからトータルすると今まで何回開けたんだろうね。聞かないでということで次の曲に行きたいと思います。はい、そんな私の青春がいっぱい詰まっております。青春が詰まってるというか青春で培った価値観が詰まっているというかですね、はい、はい、そんな感じでお届けしたいなと思います。ようこでインフィニティ。どんな場所でも咲き誇って自分の中の自分を信じよう。全ては叶ってゆく心のままに。心のままに。
お聴きいただきました曲は陽子でインフィニティでした。いい曲、 ありがとうございます。もうちょっと声張って。いい曲、ありがとうございます。この曲はですね、私がね学生の時にこういう進路をしたいけどこれって正解なのかなって言うとさ、周りはさやっぱりいろんな意見をくれるし、もう10人に聞けば10通りの答えが来るわけですよ。だけどそのうちに大体1人くらいは私が求めてる答えを後押ししてくれる人がいるわけ、まあ、2人かな、まあ、今さ大人になったらそんなもんだっていうのを分かってるから自分でまたさ判断するんだけど、子供の時っていうのは環境をなかなか変えることができないので、やっぱ環境がね人を作りますからね。分かりやすい話をするとさ、毎日さ一生懸命お仕事されてる方がさ、どんだけ働いてもこんだけのお給料しかもらえない、じゃあどう変えようって言ってもそこで働く限りお給料は変わらないですよね。だけどこんだけのお給料もらえる、ここにね働きたいとかここで働きたいって言って頑張ってると、やっぱりあ満足だな、こんだけのお給料もらえて好きな仕事もできてっていう人もいるわけですよ、はい、わかります。はい、だから環境を変えないと自分もなかなか変えられないっていうのが人なんですね、で大人の場合はその就職先とかは自分で、まあ、決めることはできますよ、必ずしも希望が通るとは限らないけど、だけど子供の場合は、まあ、やっぱり地方だと特に地元の学校に行くのが当たり前、で自分の 学力に合わせてここに行くっていうのが当たり前、まあ、そうなるとやっぱりちょっと環境をなかなか変えれないからっていうのがあるじゃないですか、もっと挑戦したい、ああしたいって思ってたな。自分は自分のままでいいんだな、自分が思ったことを突き進んだ人生が勝ちだなっていう思いを歌詞に込めたのがこのインフィニティ。そしてもう一曲ね、 Believe っていう曲にもちょっとそこはね込めてるのがあるんですけどね。いい曲ですね。ありがとうございます。買ってください。ありがとうございます。そうそう、皆さん3月5日よりオンエアになります。ヨコはですね、鹿児島のフレンズ FM というねラジオ局の123シオンで GO というね番組、月に1回の放送なんですけれども再放送がありまして、でそのね123シオンで GO を3月よりパーソナリティをさせていただくことになりまして、鹿児島有名なお寺西福寺とありますが、西福寺の住職池口豪仙貫主がね出演されまして、先生のねありがたいお話もお聞きするんですけれども、その番組のテーマが笑いと健康感謝というねこの3つのテーマにあるんですね。でもう一人のパーソナリティがサバコさんっていう女性の方なんですけれども、この方もねママさんでいらっしゃるので、なんていうのかな、今まではちょっと男性のパーソナリティさんがいらしたんですけれども、ちょっと女性からのねハッピーな目線でお届けできたらなという面白い30分番組になっておりますので、で3月1日よりどこからでも見れちゃうっていうね、な見れちゃうもだし聞けちゃうっていう番組ですので、ぜひフレンズ FM でヨーコのオフィシャル YouTube は YOKO ヨーコ鹿児島、そしてインスタグラムヨーコ鹿児島、こちらもね yoko.kagoshima で出てきたりしますので、詳細ね見ていただけたら、一番わかりやすいのはホームページに詳細アップしますので yoko.yoko.japan.com、 とにかくね yoko に鹿児島って入れれば何かかしら私のね情報アップされてますんでね、見てください、お願いいたします。お願いします。さっきなんか言おうとしたよね、1,2,3 シノンでゴーシノンでゴー、惜しい、シオンでしたね、覚えやすいですね、シオンですよ、シノンでゴーじゃありません、ゴーじゃありません。あのね、はい、池口豪仙貫主はね、いつもシノンのことをねシオンちゃんって言ってくれてて、いや、あのシノンですって。もしかしたらシオンって入れたのかな。そう、だからあ同じだねって、うちのお寺のシオン殿と一緒だね、いや違いますシノンですって。でもすごくねあったかい先生ですのでね、お話もね楽しみに、先生もええ声ですからね、
いい声。あ、いい声。そう、いい声です。いい声ですよ。なのでそちらのね、ラジオも楽しみにお聴きいただきたいと思います。では、今夜の最後の曲、しーちゃんの好きな曲をお届けしたいなと思います。いいんですか？このノリノリですよ、ノリノリ。ぜひお願いします。それではお聴きください。ヨーコでフリーダム。風を切って新しい道を行く。体一つ感じるままに進め。スタートなんて遠い昔さ。両手握り力強く走り抜く。ミラーに映る過去まで脱ぎ捨てて。右手を回しスピード街に待っている仲間と前に広がる果てしない空後ろに過ぎる時を忘れて聴きいただきました曲はヨーコでフリーダムでした。チャンかっこいいですね。ギターから始まってね、もうロックって感じでね。ぜひこちらも YouTube にねミュージックビデオありますんで。鹿児島の桜島、もうこの季節でしたね。桜が綺麗な時にハーレーダビッドソン鹿児島さんのねご協力をいただきまして、ミュージックビデオも撮影してますんで、ぜひご覧ください。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。お願いいたします。あっという間に今夜も皆様とね過ごした30分のイチャイチャでございましたけれども、来週も受験生楽しみにしてていいのかな。頑張ります何その頑張ります、勉強頑張って、その前にね頑張りますですよ本当に、まあ、頑張れるうちが花だし、頑張れるのも才能ですからね。はい、うん、まあ、努力は本当にね才能ですね。うんうん、君ならできるって、あの松岡修造さん最高だよね最高だ、あれも毎日言おうかな、はい、シノに、ね、
見てる間に言ってあげる。嫌だ。シノならできるよ。できるよ。シノ。嫌だ。皆さんぜひ私の声でね、なんとかさんできるよ。大丈夫。あなたならできる。みたいなの欲しい方、送りますよ。ダメ。いやいや、遠慮なく送りつけますよ。なのでぜひメッセージください。マニアスカイ、皆さんのメッセージ待ってますよ。では今週も1週間、皆さんが皆さんらしくハッピーでありますように。せーの、バイバイハッピー。